トレーナーがバトルしているのはグルト。古い建てる。技多いな。まあ、まあ、無難な技ちゃんと覚えるね、全部ね。え、クワッスの進化後、対面性能高いかも。レベル17とかじゃでしょ、相手。ああ、こっち15しかねえのかい、むしろ。そうそうそう。テラスタルした。クワッスがレベル低いみたい。はいはい。これは何、キラ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 。テラスタルね。テラスタルは、ポケモンのタイプが強化されて、技が強くなるカルデア地方ならではの現象。うんうん。全てのポケモンがアクアジェット。これがどれぐらい強くなるのよ。あーん。2倍以上?2 倍以上いってたかな、今。ちょっと怪しい気がするけどな。3倍もいってない気がするな。なんか気持ち悪いな。崖がに、うん、かわいいと思ってたけど。巨大な体の虫ポケモンと遭遇。かわいいよ。いざバトル開始。かわいい、うん、かわいくはないわ。うん、レベル書いてないね。あ、テラバースト技にあった。見れないかな。お、よく教えて。ここ風がこれでしょ。草テラスタルで草タイプに変化させました。ここ、ね、草テラスタルして意欲55が、え、でもこいつ岩タンでしょ。岩タンだから、じゃあそりゃ死ぬわ。あ、耐えられた。耐えてる。あれ、え、どこかへ向かったようです。あれ、あんま強くない、もしかして。もしかして、威力。あんま強くなくね、テラバ。あんま強くない。だって倍もなかったような気がするけど。だから。いや、倍はあったよ。倍ちょっとぐらいか。え、だって。ね、キリン力を相棒にフィールドを駆け回り、次は備えて育てているよ。もしかして。もしかするかも。あれ、キリン力いた。あれ、キリン力って内定決まってなかったよね。今晩もさっきかもしんない。おい、これはまさかのキリン力が進化。キリン力が、キリン力わー、細くなった。リキ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 リリキキリ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 というポケモンに進化したようです。格闘タイプかな。地方のポケモン図鑑は花色ポケモンの情報とともに写真もこのように見られるので、よりポケモンのタイプ変わんないか、変わんないんかい。リキキリン、あ、頭食べられちゃってる、後ろの本体に。ね、まるで公園のようなボールタウン。ポケモンソルジャーの切ないです。 A0 です。今回は、先日発表されたポケモンスカーレットバイオレットの新情報の PV 第5弾について、ポケモン廃人なりに、まあ、気づいたことについて紹介していきたいと思います。はい。新ポケモン2体について、まあ、まずはウミリグダ。あ、この新 PV というよりかはその前に公式で発表されてはいたんだけど、ウミリグダ単体で動画撮るのはちょっと寂しいなということで後回しにしてました、うん、そうね。タイプが変わっただけのリージョンホームっていうわけではない。あくまでウミリグダっていう別ポケモンっていう定義らしいです。まあ水単タイプは良くも悪くも、いや、いいんじゃない普通に。だってスイ君と同じだからね。一番いいとこの名前あげるね。特性ビビリって弱いポケモンありがちな夢特性というか、まあ、ある程度弱いポケモンなんだろうなって気しちゃうけど、進化してめちゃくちゃムキムキになったりしたら強いんだろうな。あ、この見た目からは強さは全然想像できない。ワンチャン強そうみたいな見た目ですら正直ないかな。専用特性とか専用技は何もないから今のところ。そうね、発表ないね。見た目が売りのポケモンか。まあ面白いねこれね。アローラナッシーみたいな立ち位置かな。確かにアローラナッシーもね、初めて見た時めちゃめちゃびっくりしたし、めちゃめちゃおもろかったけど、まあアローラナッシーは強くないのでそんな感じかな。進化系あるなら期待だな。次がリキキリン。キリン力の進化系熱いね。もう正統派進化みたいな。うん、いいね。かっこかわいいし、まつげがちゃんとクリンとしてるね。本当にいい進化だなこれって感じ。タイプノーマルエスパーでそのまんま、うん、まあバド受けだね。ノーマルエスパーの中では一番頼もしい存在になってくれるんじゃないか。まあ、シングルだったりエスさんとかよりかは強くなりそうだけどね、多分種族値高くてなってほしいね。うん、特性が両方とも新特性で、まず半数木の実を食べると次のターン終了時にもう一度同じ木の実を食べる。これループするわけじゃないよねさすがに。まあお盆食べて次のターン、まあ、何か攻撃してその次のターンの終了時にも、まあ、お盆を食べるみたいなのが繰り返されるんだったら、それ身代わり置いてお盆食って、身代わり置いてお盆食ってって連続で打てるけど、それ強すぎだもんね。さすがにちょっと強い気がする。なんか熟成とかなり効果似てるなっていう感じするんだけど、タイムラグはあるけど
実質木の実の効果2倍。お盆の実とかはさ、正直熟成と大差ない、なんなら損する時もあるし得する時もある感じだからさ、まあ、一応言ったんだと思うんだけど、うん、まあ、2番とかだったら熟成と違って2回食べるのに意味があるのか、ターン終了時に食うだけだから2番意味ないのかな。あ、食べるだもんね。そう、リサイクルとかみたいに木の実を持って帰ってくるわけじゃないから、うんうん、だからその食べて効果があるお盆で回復とかチーラで攻撃上げるとかいう感じになるよね。じゃあ使い道的にループしてほしいよな。いや、それはでもやりすぎなんだよな、どう考えたら。2連眠るとかができるのがいい、良かったりするのかな。そんな眠るをいっぱい打てて得する種族値になるのかな。確かに公式サイトの説明的にはなんか激しい物理攻撃を繰り出しますってその威力は岩盤を粉砕し鉄骨をひしゃげさせるほどだと言われてます。やばいけど結構パワー系なんだね。パワー系だからチーラとかカムラ一生食ってる方がいいかも。地味にちょっと気になってんのがさ、伝説ありのルールで戦うとき馬道系じゃん絶対タイプ的には、うん、あの木の実食べれません。おお、ダメだしょうがないけどね。もう一個の特性がテイルアーマーで相手が先制技出せなくなるだから、まあ、これもまたクロバドには何も意味ないけど確かにアマージョの女王の威厳とかハゲギシロのビビットボディとか、リキキリンが早いんだったらこの特性は結構活かせる。早そうだけどね、遅くなさそうだけど別に。そう、先制技で縛られるところを、まあ、この特性で先制技無効化できるなら強い。あとスカーレットバイオレットから大サイコーとか打てないから。ああ確かに確かに、うん、サイコフィールドでなんとかみたいなのもしづらいだろうから意外といいかも。先制攻撃技とは書いてないじゃん。まあ確かに、いたずら心の技を全部使えないとかさ、うん、守るとか出せないとか、そういうのが、まあ、あったら面白い。オーロンギョはリフレクターを張れないみたいな感じだとボートポケモンを止める手段の一つとして使えそうで、まあ、面白そうだね。アマージョとかテテフは、まあ、オーロンギョの電磁波とかは効かないけど壁は張られちゃうから、そうだね、そこで差別化できてるならいいな。かなり熱そう。で、あと海外の PV 限定で映った映像らしいんだけど、右下のミニマップみたいなところにネズミのぬいぐるみみたいなのと島次郎にいたようなやつと、ここ柄がとりあえず知ってるポケモン映ってるけど、知らないポケモンが2体いや3体4体人によっては4体に見えるかもしれない。ちょっとなんかネズミのポケモンがさ、同じに見せかけてちょっと体の色が反転してたり、その2匹がイエスさんみたいなオスメスじゃないのかな。確かに確かに、ありえそう。ここ側の右側にいるのはまあ、うん、この鳥はクワッスの進化とか緑色になった、緑になっちゃったけど、右下にあるこれはポケモンなのかな。ポケモンだったらなんか面白い見た目ではあるけど、岩だかキノコだかよくわかんないけど、まだまだ新ポケモンはいっぱいいそう。そうだね、楽しみだね。次がピクニックというものが発表されたんだけど、これは剣盾でいうカレーみたいなものかな。手伝いさんやってたカレー？いや一切、自分もほとんどやってないからやらねえんだろうなって正直思っちゃうんだけどさ、テラスタルのポケモン捕まえるのに必要なアイテムを手に入れられそうなんだよね。ウルトラサンムーンのロトポンみたいな便利アイテムだったら、まあ、あってもなくてもいいかなって感じだけど、これが必須となるとまあ作業的には大変にはなる。結局どっちの方がね効率よくできるのかっていう話になってきちゃうんだけど、まあ11月の後半からサンドイッチしか作ってないかもしれない。いやーなんかやることになりそうだな。なんでこんな乗り気じゃないんだろうねおかしいと思うけどね。あとピクニックしてるとポケモンの卵が見つかることがあるらしいです。これ熱いのかな。ここでしか手に入らない遺伝技みたいなのがあるのなら、それこそね剣盾もね始まったばっかの時ラプラスの歌方のアリアさ、レイドバトルでしか手に入らなかったもんね。歌方のアリア覚えてるラプラスを必死に厳選する日々を送ってたかもしれない。ガチ勢目線でもやんなきゃいけない可能性がある気はするな。次が技マシンマシンという新要素が発表されました。名前面白いね。まあ絶対狙ってるんだろう、ね、いやまあそりゃそうだ。 PV では番号が歯抜けになってて連番で全部見れたわけじゃないけど、スクロールした一番下の番号が130だったから最低130種類技マシンがあるってことだよね。剣盾ってレコードと技マシン100ずつじゃね。そうだよね、合わせて200個ぐらい。少なく見積もっても130あるのは嬉しいな。ストーリー進めてる間で手に入るリーグペイっていうポイントと、これもストーリー進めてる間にもらえるポケモンの落とし物、 PV ではシシコの縦紙とかあったけど、それを使って技マシンの材料にするらしい。ってことはこれをめちゃくちゃ集めなきゃいけないってことだね。火炎放射とか冷凍ビームとか欲しいもんな。これを効率よく集める方法とかをなんか最初は探すような気がするな。対戦の敷居が下がるという意味でも楽であってほしいな。100歩歩いたら 10LP ぐらいの気分で、あれ洗濯バサミで固定してぐるぐる回る
いや本当にそういうことになるかもしれないな。あと公式サイトにある画像から読み取れるんだけど、ブルの PP が5に下方修正されてるんだよね。そうだね、もともと10だったから減りました、まあ、半分。これはマジで熱い。回復技すべてにこういう弱体化がされてるんだったら、自己再生とかも、まあ、5回しか打てないってことだから、ラッキーの卵海とかもう特殊ポケモンじゃ絶対突破できないぐらい回復されるから、まあそれを良しとするかどうかっていうのは結構意見が分かれるところだったけど、昔上げたポケソロの動画では、まあ、ここは弱体化してほしいっていう意見だったから、本当に嬉しい。で、正直やってくれると思わんかったわ。特にシングル寄りの調整だから、こういうのってダブルで回復技連打みたいなのあんま見たことないもんね。もうこの勢いでポイントマックスもなくしてほしいな。 PP 増やす理由ってさ、この回復技の PP が多すぎるから PP 枯らされないようにっていうのもあるからね。あ、まあそうだね。他の回復技がどうかはまだ未確定だし、ただ減ってると嬉しい。期待してます。で、次が、まあ、テラスタルに関する、まあ、映像がいくつか流れてたんだけど、まずクワッスがアクアジェットを素で打った後に、その後テラスタルしてアクアジェットを打ってたんだよね。ここからテラスタルの倍率が、まあ、少し読み取れるんじゃないかと。テラスタルアクアジェットの方が 1.7 倍ぐらいのダメージが出てるようには見えたんだけど、うん、見たことない倍率だから、ダメージの乱数でちょっとずれてるって考えると 1.5 倍ぐらい。最初の通常アクアジェットの攻撃が最低乱数、テラスタルアクアジェットの攻撃が最高乱数を引いてるとかだったら、まあ 1.5 倍でもおかしくないわけで、だからタイプ1の 1.5 倍に加えてテラスタルすることで 1.5 倍っていうことだったら、タイプ1テラスタルの倍率は合計 2.25 倍。めちゃくちゃ強いと思うけどね、それで十分。5世代でいうタイプ1ジュエルだから、それが連打できるってことでしょ。それ持ち物持てるしね。玉株でジュエル剣舞撃にやりて、めっちゃパワー出るから、多分 1.5 倍ぐらいなんじゃないかなって予想だね。まあはっきりとはまだ分かんないけどね。まあ、あとはテラバーストを使ってるシーンがあったんだけど、これ不安定が崖ガニに凍える風を打った後に、テラバーストタイプ不一致で弱点をつくっていう形で打ってて、メモリが減り方がちょっと奇妙で、凍風でこんだけ減ってるのにテラバーストで弱点ついてこんだけ減ってないってめちゃくちゃ弱いよ。テラスタルのタイプ一致倍率が 1.5 倍って考えるんだったら、マジでこれ威力40とかだけど、もうテラもバーストも名前負けだけど、それだったらそんなことある、まあ、なんだけど、あのレイドバトルの星5って確か3ターンかけないと倒せないじゃん。ダメージ受けずに耐えるみたいなシーンあるよね、ギリギリ残って。そんな感じでダメージ抑えられてるんじゃないかっていう説があるから、まあ、これで一概にテラバースト威力40ゴミとは言えないから。これはテラバーストってほんと全然関係ないんだけどさ、崖ガニに対して効果数入りすぎちゃう。不安定って確かね、メザ氷でガブ2発とかなんだよね。なんで不安定のダメージ計算知ってんの。だからそれぐらい不安定の C って低いんだけど、それで効果で崖ガニにこんな入るって、レベル50の対戦のダメージ感覚なんだったら、ガブリアスの特殊耐久の半分ぐらいしかないってことでしょ。そうだね、柔らかいね。柔らかすぎやろ。見た目通りといえばそうなのかな、一応物理の方が硬そうだしさ、岩タイプは DA 硬いことあんまないから納得はできるけど、まあ、めっちゃ柔らかそうってだけ。まあ、結論として、まあ、テラスタルの一致倍率はなんとなく 1.5 倍で良さそうな気がするけど、テラバーストの威力は不確定ということで、本当に全く予想もつかないって感じになっちゃったね。まあ、発売されてからのお楽しみってことやね。まあ、この感じでいくと本当に発売まで威力の発表はされない気がするね。というわけで PV 第5弾について紹介していったんですけど、対戦ガチ勢として一番熱いのは眠るの PP が半分になってるから、自己再生の PP も半分になってるんじゃないか説だよ。本当に細かいとこなんだけど、対戦への影響はここだよな。対戦環境ガラッと変わりそう。ラッキーとかのさ、内定はもう確定してるわけじゃん。うん、ある程度受け構築っていうのは存在することになると思うんだけど、まあ、そこに待ったをかける、その可能性がちょっと出てきたっていうのはでかいね。あとは単純に技マシンとか、あとどんなのがあるねんっていうのは気になるけど、まあ、これもやってみてって感じかな。まあどんだけ大変でも対戦する上で技マシンは絶対に必要なんだから、やらないといけないんだよ。いやそうだね、まあ、割と大事な要素ではある。あと地味に公式サイトで色違いの無限ダイナが日本でも配布決定したらしい。海外配布だけだったけど、色違いの雑誌案と同じようなもらい方かな。ゲーム屋に行って
スイッチの画面見せてシリアルコードをもらう。指は振らなくていい。あ、確かに。よかった。10月21日から11月17日で1ヶ月もないから急がないとね。10月が剣盾最終シーズンなわけだけど、後半色違い無限ダイナ使いたいっていう理由でちょっと無限ダイナ増えそう。対策しとかないと。そうね。あと1ヶ月ぐらいだからね、発売まで。目の前に迫ってきてます。とても楽しみです。これからもためになる対戦動画や解説動画アップしたくね、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。